坂本直行7月26日から1982年5月2日は、北海道出身の画家、北海道開拓民、郷氏坂本屋八代投手、直行をおにおみした、直行で知られる。1906年、後に郷氏坂本屋七代目投手となる、坂本屋太郎、次回夫妻の次男として、現在の釧路市で出生。1911年に、 豪子坂本家古代当主の坂本直官が死去、自家間の経営していた農場の施設の管理、処分のために、坂本家は1914年に札幌区に転居した。1924年、直行は父の勧めで北海道帝国大学農学実家に進学。在学中は山岳部に在籍し、登山に親しんだ。 1927年の北大卒業後は、温室園芸を学ぶために、東京府の温室会社に就職。その後、札幌で、温室園芸会社を起業するが、父の資金援助がなかったこともあり、頓挫する。1930年、北海道帝国大学の同窓と共に、農場経営をするため、札幌の実家に帰らないまま、十勝市長の疲労群疲労に転居し、 同地の野崎牧場で働きながら牧場経営を学ぶ。1936年に25丁部の土地を取得し、自ら牧場を経営を始める。同年、石崎鶴と結婚し、伊王次女の7人の子供を設ける。また、この時期、北大山学部 OB としてペテガリだけ東場計画に参加したほか、北海道の自然をモチーフとした風景画や植物画を描き始める。 1957年、第一回古典を札幌市で開き、その成功を受け、1959年には東京で古典を開催。以降は画業に専念することになる。1960年より札幌市にアトリエを構え、画題を求めて、ヒマラヤやカナダなどを旅行し始める。1974年、北海道文化賞受賞。 1982年、水蔵岩のため、札幌市で死去。水彩画、油絵、版画などを制作しているが、課題は、風景画や植物画が多い。鮮やかな色彩と、無駄のない描線が特色である。帯広市の六花亭製画の包装紙のデザインを手掛けたことで有名である。花柄包装士官、坂本龍馬から坂本直行をめぐる坂本家の年表。 ありがとうございます。